はい、今回もですね、自転車旅を昔やった時に撮った写真とビデオを使って動画の方を作っていきますので、よろしくお願いいたします。常磐線の駅でございますよ。ターゲット層とポリシーを持って動画の方を作っていきますので、よろしくお願いいたします。今回は茨城県の自転車旅になりました。前回の旅でですね、の続きでございます。2015年8月22日が23日、夏の自転車旅でございます。ご覧のようなところを通っていきますよ。よろしくお願いいたします。千葉県にも行きます。1日目ですね、友部駅からの自転車のスタートでございます。前回、そこまで来た駅でございます。夜の風景でございます。水戸なんかも通っていきますよ。よろしくお願いいたします。ネットカフェに向かって自転車で移動しております。ご覧のようなところも通っていきますよ。茨城町とかね。これが僕の自転車ですよ。夜道を進んでいきます。ご覧のようにですね、土浦市とかね、阿見とかね、通っていきますよ。ちょっと見苦しい写真でしたね。ごめんなさいね。そしてご覧のようなところも稲敷市とかね、そういうところも通っていきますよ。そしてご覧のようにね、千葉県の方にも入っていきます。よろしくお願いいたします。ご覧のようなところも通っていくので、よろしくお願いいたしますね。夜の茨城県でございます。では地図を見ていきますよ。前回の続きです。今回はこの紫色のラインですね、霞ヶ浦の近くを通っていくんですね。紫友部の駅からスタートしてですね、宿泊地はネットカフェですね。次の日水戸市を出てですね、茨城町を通ってですね、御霊市を通ってですね、霞ヶ浦をぐるっと通るんですよね。御霊市とかね、その霞ヶ浦市とかね、そういうところを通ってですね、そして土浦市を通ってですね、そして阿見というところを通ったり、美保っていうところを通ったりですね、そして伊丹湖っていうところを通ったりしますね。そして神栖っていうところも通っていくみたいですね。そして千葉県の東なんとかっていうところまで行きますよ。ごめんなさいね、適当なナレーションでございます。これは次の日の朝ですね。ネットカフェから出てきたところでございます。今日も自転車旅のスタートでございます。8月でしたっけ？真夏の自転車旅でございます。残暑的なね、そういう季節でございますよ。朝早くから出発いたしました。見通しを出発して、南の方に向かっておりますね。霞ヶ浦の方に向かって自転車に進んでおります。田んぼが広がっておりますね。実りつつあるような感じでございますね。ではビデオの映像に行きますよ。はい、ネットカフェから出てきたところでございますね。2日目の朝でございます。水戸市内からですね、茨城町とか通りながら南の方に向かって、霞ヶ浦の方に向かっております。空はちょっと曇っておりますね。竹林ですね、見事な竹がいっぱい見えましたね。畑が広がっておりますね。土の香りが漂う感じがいたしますね。茨城町に行ったり、水戸市を通ったり、その繰り返しでだんだんと
霞ヶ浦に近づいていっておりますよ。分厚い雲に包まれておりましたね、そう空が。警戒。どんどんと自転車で次の町に向かっております。どこかの役場にたどり着いたようでございますね。食堂の看板が見えましたね。セミも鳴いておりますね。日差しが強くなってきましたね。木陰の道も通っていきますよ。日向のところも通っていく、そんな感じでございます。日差しがだんだんと強くなってきましたね。田んぼもグリーンに輝いておりますね。僕の顔がちらっと映りましたね。僕の記憶が正しければレンコン畑だったような気がするんですが、どうでしょうかね。空はひどいね。住宅なんかもポンポンと立っておりますね。空にはいい天気でございますね。向こうの方に水辺が見えますね。霞ヶ浦かもしれませんね。バス停がありますね。田んぼとかね、畑が広がっておりますね。住宅が建っております。幹線道路ですね。建物がたくさん建ってるところにやってきました。向こうの方に神社が見えてきましたね。学校のような建物も見えましたね。小舟の上に人が立っておりましたね。霞ヶ浦でしょうかね。また田んぼが広がってるところを移動していきますね。水門のような建物が見えましたね。空はちょっと曇っておりますね。霞ヶ浦市、霞ヶ浦市に入ったみたいですね。霞ヶ浦市か。神社の横を通って川の上を渡って、そしてまた次の町に向かいます。田んぼが広がっておりますね。ちょっと空が晴れてきたかな。持ったり張りたりの繰り返しでございます。快調に自転車飛ばしておりますね。日本家屋が立ち並んでおります。白壁が美しいでございますね。畑が広がっております。住宅も建っております。広いですね。広い大地、広い道。向こうの方に住宅街も広がっている。おそらくね、レンコン畑だったと思うんですよね。水田みたいになってて、霞ヶ浦のそばを通っておりますね。そして土浦の駅の近くまでやってきましたよ。空はいい天気でございます。駅前を通り抜けていきますよ。どこかの役場ですかね。土浦市役所かな、どうかな。また川を渡っていきますね。空はいい天気だ。これもね、レンコン畑なんじゃないかなって僕は思っているんですが、どうでしょうかね。里芋だったりしてね。空はいい天気だ。ここでも田んぼが広がっている。住宅も建っている。稲穂が風で揺れている。風の足音ですね。足跡ですね。
いい天気だな。田んぼの中、道を進んでいきます。川はもうところどころで流れておりますね。道がまっすぐ伸びていました。気持ちいいですね。大地を自転車で進んでいきます。鈴木。閉店になったコンビニのような建物、そんな景色を見ながら先に進んでいきます。また橋を渡っておりますね。川かな、霞ヶ浦かな。羽を痛めたサギがいましたよ。川崎かな、どうかな。痛々しいね。車にぶつかったのかな。先に進んでいきます。まっすぐ道が伸びておりますね。ここでも田んぼがたくさん広がっておりますね。一面田んぼですね。空が広い、気持ちいいね。また川の上を通っていきますね。また長い橋を渡っていきますよ。霞ヶ浦の一部でしょうか。日立利根川っていうのもね、近くに流れているんですよね。車がたくさん走っていきますね。ちょっと高いところに道路があるんですね。僕の記憶ではですね、イタコじゃないかなと思いますね。イタコ市。ここから今度は神栖の方に向かっていきますよ。茨城県の端っこの方なんだけども、ものすごく距離があったような、そういう記憶が残っておりますね。腕が日に焼けておりますね。長時間自転車を漕いで行ったんでしょうね。見苦しい画像申し訳ございませんね。空が広いね。そしてまた大きな橋を渡っていきますね。利根川ではないと思うんですが、日立利根川っていう川も流れていて、霞ヶ浦につながるところかもしれませんね。幹線道路を進んでいきます。結構建物が多い感じですね。おそらく神栖市役所かな。夜が更けてきましたね。まだ茨城県内、この橋をね渡って利根川を越えると千葉県ですね。中央線じゃなくて、中央線じゃない、成田線です。成田線の単線の線路でございます。東照町かな、東照町までやってきましたよ。そしてこの駅から帰りますよ。電車に乗って帰ります。ではこの日撮った写真を朝から見ていきますよ。ネットがカフェから出ていったところでございますね。若干朝は曇っていたような気がします。でもこういうふうに晴れたりもする天気も繰り返しながらでしたね。どこかの役場の写真が写っておりました。北茨城町かな。食堂の看板が見えますね。そしてドラッグストア、なんとかっていうね、島村かなの看板が見えますね。川が流れております。日差しが当たってきておりますね。生き物がいるのかなって感じですね。空はいい天気になってきましたね。橋の上を移動しております。日差しが強くなってきましたね。さんさんと草花も太陽の光を浴びておりますね。ソーラーパネルが並んでおりますね。向こうの方には霞ヶ浦が見えていたのかもしれませんね。
すだちの畑、これもなんかいいですね。すだちじゃないのかな、ちょっと土が乾いてる感じなのかな。川を渡っていくようでございますね。本当に草花、そして木、グリーンの色がね、鮮やかだったりしますからね。夏の旅はやっぱり景色がいいですね。稲が実っておりますよ。もうじき収穫なんでしょうかね。グリーンから黄色に変わりつつある、そういう田んぼでございました。空はいい天気、空が広いですね。気持ちいいですね。霞ヶ浦でしょうかね。橋でまた渡っていきます。広い大地、広い空、そんな景色を眺めながらまた長い橋を渡ってきましたね。どこかの役場に来ましたよ。ちょっと文字が小さくて見えませんが、どこかなこれは。ちょっとごめんなさいね、分かりづらい映像でございますね。そして最後、笹川という駅から帰ったんですね。笹川という駅から証明書を取って無人の駅から帰るところでございます。千葉行きの電車が出るのかな。そして乗り換えていくんですね。まあ桜の駅で乗り換えた可能性が高いですかね。どうでしょうか。僕の自転車ですね、リンゴ袋の中に入っておりますね。千葉県のこんな田舎の駅から帰るなんて、これも運命の巡り合わせでございますね。たまたまくれてたどり着いた駅でございますよ。なかなかいい感じの無人駅でございますね。昔ながらの駅風景っていう感じですね。相当電車を待っていたんですね。いっぱい写真を撮っているようでございます。のんびり電車を待っていたということですよ。こんなにいっぱい写真があるっていうのはね、なかなか来なかったんですね。そしてこれは千葉駅かな、どうかな。千葉駅だと思いますよ。では地図でね見ていきますよ。友部という駅からねスタートしたんですね。そして1日目の夜は水戸市内のネットカフェに泊まりましたよ。次の日は北茨城町に入ったり出たりして水戸を通って、そして南下して大御玉っていうところを通っていってですね、石岡市のをかすんで通っていって、霞ヶ浦をねぐるっと回ってね、霞ヶ浦市とかね、そういうところを通っていってですね、土浦の近く、土浦も通っていって、阿見っていうところも通っていったの、阿見か。そして美穂っていうところも通っていって、そしてね、伊達湖っていうところも通っていって、神栖っていうところも通っていって、最終的には東雲野町から帰ったと。179日目、485区市町村旅を続けております。ご覧のようなところはもうすでに旅をしているところでございます。今回は茨城県と千葉県の自転車旅でございましたよ。千葉県も旅をしましたね。ちょっと表示が間違ってますね。最後の449は千葉県でございます。
ナレーションで訂正させていただきます。4週目、5週目が127、6週目が120、あ、7週目が246、8週目が296、10週目が、406、11週目今旅しているのが449まで来ましたよ。噂の一晩、単なる一晩、噂の一晩、ケチャップおじさん。では今回もですね、自己紹介がてた昔書いたブログをね、客観視してみましょうね。気になった人はですね、ぜひぜひ検索の方お願いいたしますよ。ここに写っているのが僕なんですね。ちょっとちっちゃいですかね。まあ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 。岡本さん50歳まであと何日って書いてありますね。いろいろ書いておりますね。ご苦労様でございます。舐めたら終わりよ。寒い8月だって。何言っちゃってんのかな。違う場所にいたとしても同じ空を見ているのだから幸せが幸せに伝うように夢と夢のその先へ。はい、今回も動画の方見ていただいてどうもありがとうございました。昔書いた詩でございます。それではナレーション的にはこの辺で、さようならです。